少なくとも今のタイミングじゃないですね。まあ、その意思もね、まあ、今週はあの野党の、ねまあ、動きっていうのもいろいろあったかなっていうふうに思うんですけども、まあ、あのマイナーカードの、ね、マイナンバーの問題っていうのも、すごいね、まあ、たあのデジタル庁に。 個人情報保護委員会でしたっけ、なんか立ち入り検査すると、今月中にね、まあ、そっちの動きもね、すごく。 ま、今月中っていうことなんで、えー、ま、それによってね、その今の岸田政権、岸田内閣のダメージっていうのが、ま、どういうふうになるのかなっていうのも気になりますしね。で、まあ、立ち入り検査の報道があったということで、えー、ま、来週、えー、月曜ぐらいにね、おそらく NHK の世論調査っていうのが出るんちゃうのかなと、まあ、時期的なことを考えるとね、まあ、そこで、ま、どれだけのダメージがあるのかなっていうのもすごく気になりますけども、まあ、 一方でね、まあ、野党の動きっていうのも、あのまあ、この間、今週ですかね、立憲民主党の泉健太代表がですね、えー、野党の候補者の,の調整も、えー いいるとと、えー、必要だみたたなことを言ったんですかね、えー、次期衆院選の野党候補の一本化に向けた調整を進めると明言したというふうに朝日にも書いてあるんですけれども、まあ、この前段階として、えー、立憲民主党の岡田幹事長がですね、えー、野党共闘というかねあの候補者調整、あの次期衆院選での野党の候補者の一本化というのは徹底的に追及していきたいと。 述べたとということでね、まあ、それで泉さんも、えー、候補者調整っていうのが、えー、いると、えー、いうことを言ったことなんですけども、ただ、このやっぱり立憲民主党の泉健太代表っていうのが、ですねやっぱり今まで言ってきたことと、今回言ったことっていうのが、まあ、コロっと変わってるっていうことが、僕はやっぱりあの大問題っていうかね。ね なんていうの,あの選挙は独自でやると、維新ともやらないし、共産党ともやらないとえいうことを言ったりとかですね、まあ、本当なんかあの、まあ、野党共闘でも結果を出すことができなかったと。だから共産党との 協力は継続できないということを、まあえー、2021年の衆院選で、えー、立憲民主党を減らしたんですかね、と、うん、いうことで、まあ、その後、泉さんが代表になって、そういうことを言ったと思うんですけども、まあ、だから、あのその大きくね、言ってることを変えるんであれば、ですね、やっぱりそれなりの僕はけじめっていうのが僕はいると思いますよっていうね、まあ、それは僕はあのまず思いますね。 あの、何て言うんですか、このその野党の、こう野党との候補者調整するって言ってもですね、もうこれ、相手のあることですからね、で維新は、あの、立憲民主党とはやらないというふうにね。 ま、言ってるのは変わらないんですよね。で、今日なんか国民民主党の玉木雄一郎代表もですね、共産党と組む政党とは一切候補者調整しないと述べたっていうニュースも、これも朝日の方に出てるんですけども、まあ、これはま、あの、立憲民主党のえ共産党との候補者調整も、え、あると、可能性のことを示唆した発言について、玉木さんはですね、共産党と組む政党とは候補者調整しない と、まあ、いうことでね、まあ、さらにこう難しくなってるっていうね、いやあの候補者調整っていうのが、えー、あると、うんまあ、そんな中でね、だから泉さんのその,あの前言ってたこととね、まあ、今回言ってることが大きく変わってるっていうことについての僕はけじめっていうのを取らないと、僕はダメだと思いますし。でその そんな簡単にね、だからほんな共産党がですね、候補者調整に乗り出すかっていうと、まあ、共産党だって、えー、委員長はですね、政策合意が必要だと、えー、候補者一本化するんだったらね、えー、政策合意が必要で、まあ、本気の、えー、野党共闘、本気の共闘が必要だと、えー、言ったということで、まあ、あの、これももうか、共産党としてはね、もう当然だなと、で、この間あの、共産党の、 小池書記局長もですね、えぇ、ー、泉健太さんの発言を批判して候補者調整しない発言が障害になっていると、でそれを撤回、えー、まずすべきだと、えー、障害を取り除く必要があるということをね、これ7月3日の段階で言ったんですかね。で、まあ、その後に、まあ、岡田幹事長が、あのー、 え、徹底的に候補者調整の追求すると言ってですね、で、立憲民主党の泉代表も、え、野党の候補者の調整が、えー、いると。えー、様々な意味で再考するのは当たり前だと説明したということで、ね、選挙が遠のいたということであれば、様々な意味で再考するのは当たり前だというふうに、まあ、事実上、まあ、撤回したと。 まあこれなんかも共産党の小池さんが言ったからですねまあ変えたんちゃうのかなと思うんですけどもただ僕はねまあそれでもねまあそれでもその後に C さんがね C 委員長が、えー、政策合意が必要だと本気の共闘が必要だというにもまあさらにまあハードル上げたということは僕はこれは正しいというふうにね僕は思いますねやっぱそう簡単に共産党もねあの候補者調整に立憲民主党のね泉さんもあの方針転換 ただ、この会社はい、調整しましょうっていうふうに受けたらね、ね僕はこれは共産党としてのブランド力っていうのが、僕はやっぱ下がる、えー、要因になるんじゃないのかなっていうね、いやそこはね、やっぱり、まあ、泉さんも泉代表も言ってますけども、まあ、衆院選がまあ遠のいたと、うん、まあ秋にあるかもしれない。 っていうことも言われてるんですけども、もただ今のマイナーえマイナンバーとかの、ね、問題で言えば、ですねそんなあの2ヶ月やそこらで、僕はあの解散というのは要できんのちゃうのかなと、岸田さんもね。 うん、まあだから僕はじっくりとねあの、立憲民主党もそうですし、まあ、共産党だって、本当に立憲民主党と候補者調整するべきかどうかっていうのをです、ね、やっぱりじっくりね、あの時間かけてね、立憲民主党がもっと態度をねあの変える、改めるまでね。 あのねやっぱりね、あの時間かけた方がいいですよっていうのはね、僕はそれは思いますね。うん、いや僕は野党共闘っていうのは僕は必要やと思うんですよ、候補者調整での一本化っていうね、まあ、そうじゃないと自民党のね候補だったり、まあ、維新の候補だったりするかもしれませんけども、も、まあ、勝つのが難しいというのは、これは誰が考えてもあの分かることだと思うんですけども、まあ、だからといってね、その、 あの無条件で候補者調整したら、ですねそれはねあの、まあ、立憲民主党なんかは、言うたらね、あのまあ、勢力が大きいと、あの議員数も多いとで、共産党なんかがですねあの無条件に候補者調整に乗っかってしまったら、ですね共産党の力というのは弱まるっていうね、まあ、ただでさえ、共産党はね、まああのえー、こ今年の統一地方選でも90、えー、全部で、えー 統一長年、ね、91議席減らしちゃうんですかねえーというのもあったりとかしてやっぱりねそ,それがさらに弱まってしまうっていう可能性の方が僕は高いと思うんですよねだからここでやっぱ共産党もねまあ国民民主党もあのー、共産党と組めた協力せいへんいうねまあまあこれもどうかなと思うんですけどまあでも国民衆って党っていうのはまあ言ったら反反共産っていうか反共的なねまる まあ、連合という組織自体がその反響をあのポリシーとして、ね、あの掲げているところがあると思うだ,だ,だから今の連合の、ね、吉野会長だって、共産党とは絶対協力しないようにって、ね、言ってはったと思うんですよね。 だからそこでね、やっぱまあこんだけその泉さんもねまあ、岡田さんもこういうことが変わってしまったと考えると、ですねやっぱそれなりの僕けじめというかね、ね共産党へのまあ、共闘したいっていうね、ねうし調整したいという野党に対しての謝罪とか、ですねまあ、そういう本当に丁寧なあの調整だったり、ですねこの取り組みっていうのがないと、ですねそれはダメですよっていうね。うん 僕は野党共闘、候補者調整ってのは必要だと思うんですけども、だから、だからといってプロセスをね、やっぱおろそかにしたらダメだっていうね。だから、その、まあ、例えば共産党がこのままね、やっぱり候補者,あの候補者調整もしないと、ね、なったらですね、いや、それは一時的に僕は、 共産党にとってもデメリットの方がね、ひょっとしたら大きいかもしれないと、票も、えー、そんな増えへんとか、ですねあの議席も増えないっていうふうに、まあ、なるかもしれませんけども、でもね、長い目で見たらね、やっぱりねあの、そんな簡単にね、自分たちのブランド力を下げてまで候補者調整するっていうことは良くないというのは僕は思いますね。 うんまあ、だから立憲民主党、僕は立憲民主党っていうのもすごく、ね、いいあの議員さんたちもたくさんいて、ですね僕はもう頑張ってほしいと、野党頑張ってほしいなと思うんですけども、ただやっぱり、泉さんがやっぱりね、あの僕は大きな、ね、あの問題になってるかな っていうんでやっぱり泉さんだって150議席、次の衆院選で取れなかったら、辞めるって言ってるわけですからね、で今の立憲民主党の支持率から言っても、あのどう考えたって無理だろうなっていう見方の方うが、まあ、多いわけですよね。 そんなんやめる前提の代表とですね、えー、まともに話しするっていうのもねあの、共産党だったり国民主党もそうですけども、もそれがね、僕はね、な、まあ、めてるのか。 というふうに、まあ、思われても仕方ないんちゃうのかなとっていう意味でもね、ね僕は泉さんが変わるとか、あの例えば謝罪するとかね、ね共産党に謝罪するとか、まあいろんなねその大きな動きがあってから、改めて共産党もですね僕は野党共闘、えー、まあ、それで本気の野党共闘と受け取ったと。こう っていうことで候補者調整もしましょうかっていうとこまでね、ねやっぱりそこまでねあの動かん方がが、ね、僕はいいと思いますね、うんまあ、共産党もね、まあ、言うたら、なんていうんですかね、こうまあ、立憲民主党だったら、ね、他の党に移る、えー、あの議員とかね、候補者とかっていいますけども、まあ、共産党ってうのはそういう動きはないわけですから。 まあちょっとあの勢力が、票が減ったとか、ですねまあ、議員が減ったぐらいでも、ですね僕はびくともしないんちゃうのかなっていうのはね、まあ、思うんですよね、減ったって言っても、えー、2000何人出てたんじゃなかったですかね、共産地方議員の数っていうのは、多分それぐらい出ってたと思うんでね、だから全然僕はあの一時的にあのダメージがあったとしても耐えれるんちゃうのかなっていうね。うん いいうのは思いましたねでやっぱりね、まあ、今、その例は新選組とも野党共闘というかね、ね校舎調整、えー、したいっていうね、社民党ともまあしたいっていうことを立憲民主党言ってたと思うんですけども。まあ その令和の立ち位置なんかね、あのもう立憲民主党もダメだと、他の野党もダメだみたいな、ねまあ、ことを言って、存在感を出してるっていうのはあるんですけども、僕、これ前から言ってるんですけど、これなんかもね、かつて共産党がそういう風にやってたことなんですよね、あの共産党以外の党はもう全部だめだみたいなね。 それがね僕は令和と非常に似てて、ですね僕はそこをね、令和を見習ってのちゃうのかなと思うんですけど、共産党もね、かつてのあのね2009年の衆院選の前ぐらいの時の、もっとね他の野党にも厳しめのことを言ったりとかっていうね、まあ、そこまで戻ってもいいんちゃうのかなっていうね,ね、っていうのを思いますけどもね。まあとにかく今のの段階であの じゃあ候補者調整しましょうっていうのはあの誰のためにもならへんやろうなっていうには思いましたけどもねチャンネル登録よろしくね。